タリングできた。これで投稿ができる。投稿したら早く次の曲を作らなきゃ。確か昨日楽譜にメモしてたと思うけど。また電話か。最近放っておいてもずっと鳴ってるし、出るしかないか。もしもし。大丈夫？ちゃんとやってるよ。それで何かあったの？おばあちゃん、まだ調子悪いんだ。うん、気にしないで。おばあちゃんはおばあちゃんの体のこと大事にして。私の方は大丈夫、何も問題ないから。話はそれで終わり？悪いけど私やることがあるから。お手伝いさん？私は一人でも生活していける。それに私は曲を作らなくちゃいけないの。何かあったらこっちから連絡する。それじゃ。晩ご飯はゼリーでいいか。最近お腹も空かないし、早く次の曲を作らないと。急に撮るからびっくりしたよ。そうだね。でも私はまたみんなと一緒にいられるから嬉しいな。もうふざけないでよね。二人とも、高校でもよろしくね。うん、またね。変わり映えしない。ただいま、お母さん。そう。よかった。練習した甲斐があったな。好きなもの。本当？ありがとう。何にしようかな。ちょっと考えてみるね。欲しいものか。そんなもの一つもないのに。このままずっと変わらないの？何が面白いのか、何が欲しいのか、わからないままなの、怖
高校生になっても、大学に行っても、このまま、ずっと。予備校の課題、全部終わっちゃった。次は、何しよう。メッセージ。曲。グッド。友達の勧めてくれる曲は、聴かなきゃな。耳障りのいい歌詞、明るいメロディー、これがいい曲なんだ。本当だ、すごくいい曲だねと。おすすめ欄にある動画、なんだろう、曲みたいだけどなんだか雰囲気が違う。きっと聞いても何も感じないだろうけど。何この感じ。心臓をつかまれて揺さぶられてるみたい。この曲は一体。時間ずっと聞いていたんだ。聞けば聞くほど飲み込まれそうになる。痛くて苦しい。なのに聞くのをやめられない。何を見ても何を聞いても何も感じられなかったのに、どうして。そういえばこの曲を作ったのは誰なんだろう。